さあ時刻は7時33分です。寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りするコーナー。今週もね、アッキン、はい、生でお電話つながってます。以前にもこのコーナーに出てもらったことがある方なんですけれどもね、うん、大阪でシングルマザー、いわゆる新ママを応援している、はい、新ママ応援団、寺内純子さん、おはようございます。おはようございま す。おはようございます。お久しぶりです。本当ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新ママ応援団、ちょっと簡単に寺内さん教えていただけますか、うん、どんなことされてるんですか。そうですね、あのシングルマザーと、そしてその子どもたちをサポートしてるんですけれども、はい、あの現在はいろんなことができないんですが、はい、あのスペシャルボックスという名前を私たちつけていますが、はい、食料支援などをしております。なるほど。いやこれもね、前番組で伺って僕感動したんやけれども、はいはい、シングルマザーさんとその子どもさんのところにね、いろんなご飯、あの本当におかずとか缶詰とかね、レトルトとか、あるいはそのお菓子が入ったね、うん、もう本当になんていうか玉手箱のようなものが届くんですよね。あれ皆さんすごい喜ばれるらしいですね。ありがたいですよね。うん、そんな新ママ応援団にね、シングルマザーの皆さんから、はい、このコロナでいろんな声が届いてるそうです。児玉さんもちょっと一緒に聞いてくださいね、はい、これ例えばね、医療機関で働いているママさんなんですけど、はい、この方病院の受付をされているようなんですけど、1日1枚使い捨て当たり前のマスクがですね、4月から支給されなくなりました、うん、でないよりマシ程度の手作りマスクで感染に怯えながら働いてます。新規患者陽性疑いの人ばっかりなんで、毎日の仕事の中で不安感しかありません。あと学校が休みになってるんで、まあ早帰りして子どもたちの面倒を見てらっしゃるらしいんですけれどもね。でも、やっぱ逆にそれだけお昼に早帰りされるんで、そういう意味では収入はどうしても減ってしまうとかね。あと自粛要請だけ強制されて生活の保障がないのがとっても不安ですっていうふうにね。これ寺内さん、結構医療現場で働いてるママさんですけれども、なかなかリアルな声ですよね、これね。そうですね、割と新ママさんって医療、福祉、介護、保育、はあ、そういう現場で働いてる人が多いんですよ。なるほど。そうするとこの、学校が休んだ中でも、はい、逆に毎日仕事をしないといけない人たちが多いんです。うん、ですから、で当然通勤もありますので、うん、この通勤が怖い、感染リスクと、でも休むと収入が減るっていう、そういうもう狭間の中で毎日毎日生きてるっていう感じですね。なるほどね。あと出版関係で働くシングルマザーの方ね、今めっちゃ忙しいです。東京や大阪はデパートやショッピングモールが休業して、返品とか商品を止めたりで流通はバタバタしてます。いつ休業になるかとか、そこで働いている人も知らないし、先が見えないから私は仕事があるだけありがたいと思っていますというふうに書かれてますけれども、まあ、小さな子供さんの親御さんはどうしても休まないといけないので、その分も働いてます。うちの子はもう大きいけど、もともと精神的にデリケートで、あんまり不安とか心配とか気配を見せてもいけないと思い、できる限りよく食べよく寝て、できるだけコロナのことは気にしないようにしていますっていうふうに書かれてますけれども、マスクは全然買えない、並ぶ時間もない、あと、まあ、電車は空いている車両に乗って地下鉄の分は歩くようにしているなどなど、割と一生懸命工夫をされてるみたいですね、寺内さんね。やっぱりこの不安感っていうのが、はい、子どもたちにもすごく影響してまして、うん、元気がないとか、うん、それからテレビがもうテレビやラジオとか、まあ、新聞みんなそうですけど、コロナ、うん、コロナなので、そうですよね、この世の中のそのコロナ不安っていうのをものすごく子どもたちは感じてるんですね、うん、だからもうテレビつけないんだっていうママさんもいます。ああなるほどね、まあ、今日ね番組8時台にそういうそのコロナうつとかね、はいはい、自粛うつの話もするんですけれども、やっぱり皆さんその辺相当精神的に来てるんですね、それで子どもたちはやっぱり学校が休みの中で誰にも会えないっていうのがあって、うん、余計に元気なくなっていますね。なるほどね、あとこれまた別のママさん、勤務先毎日忙しく、一方で子供は休校で毎日どこで見てもらおうかと悩んでいます。で火曜から金曜までは小学校が午前中の預かりをしてくれるので、午後から学童へ行かせてなんとかしのいでますっていう、これ子供さん本当にまだそうやって学校通ってて小さい方は、ね、寺内さん相当しんどいですよね。そうですね、もう、うん、みんな子供をどこに預けるかっていうのは綱渡り状態ですね。学校がやっぱりないっていうことがとっても大きくてです
ね、はい、まあ、勉強の問題とかもいろいろありますけど、はい、子供たちがやっぱり居場所がないっていうこと で、うん、で家の中で親子で毎日いるっていうことで、うん、親子ともどもちょっとなんか不穏になるっていうんですか、なるほど、ね、そういうストレスが溜まってる状態を訴えるママたちも多いです、うんうん、あと生活保護を受給されているシングルマザーの方からもやっぱり声が届いているみたいで、こういう方にとってみたら今のこのコロナによる、まあ、なんていうのかな、こう、うん、大不況といったらあれですけども、寺内さん深刻ですよね、これね。そうです、生活保護だったら収入が減らないから大丈夫だろうっておっしゃる方おられますけど、はい、子どもたちが家にいるっていうことは食費であるとか光熱水費、そういうものが今まで以上にすごくかかるわけです、はい、ですので、まあ、入りわからないとしても出がものすごく今増えてますので、うん、生活費そのものが実質的には減ってるっていう状態なんですね。うん、さまざまな、なんていうかな、こう新ママさんたちの苦労がこのコロナによって浮き彫りになってるっていう、寺内さん、そういう感じですよね。本当にそうです。今までいろいろ問題あったんですけど、はい、それが新ママさんだけじゃないですけど、やっぱり所得が低い方とか弱い方にこう集中的に現れている、そういう状況ではないかと思います。どうでしょうか、こう新ママ応援団としては何かこれ考えていかなきゃいけないこと、対策お考えですか、これは。今集まるということが本当にできないので、できないですよね、うん、そうなんです。今まで楽しい企画を考えるとかそういうことをすごくやってたんですけど、それが今できませんで、はい、うん、ただ今までもやっていた月末に送ってる、先ほども出ましたスペシャルボックス、あ、皆さんへのプレゼントね、はい、そうです、うん、それを実はもう月に2回あ実は今日も発送するんですけど、もう月1回の発送だけでは間に合わない、特に子供が多いご家庭とかには、うん、月2回送ってます、はあ、そういった話をまた来週、はい、寺内さん、はい、ゆっくり伺ってね、はい、ラジオを聞きの皆さんにもご協力いただけるんですよね、これは。そうです、はい、わかりました。じゃあちょっと来週そんなお話も含めてまた続きを伺いますので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。今日は大阪新ママ応援団の寺内純子さんにお話を伺いました。どうぞ皆さん、このコーナーにもご意見をお寄せください。ファックスはいつもの宛先 078-361-0005、 メールもいつもと同じ maido@jocr.jp、 おはがきでも結構です、番組宛てお寄せいただいたこのコーナー宛ての皆さんのご意見から抽選でクオカードも当たります。どうぞよろしくお願いします。以上、寺谷一樹の医療ドーナルのコーナーでした。